中央に、とろろ昆布が乗ったカスうどん昆布かきによるおぼろ、昆布加工、福井県鶴菓子とろろ昆布とは、昆布を加工した食材のことである。削り昆布とも、酢につけて、柔らかくした真昆布や利尻昆布をブロック状に固め、その断面を薄く糸状に削り取ったもの。おぼろ昆布は、糸状ではなく昆布の表面を職人が一枚ずつ、大状に削ったもののことである。昆布は、 北海道で生産され、北前船で、敦賀や堺などの主要港湾の加工地に運ばれていた。江戸時代はカビを防止する技術がなく、北前船での輸送中に、昆布の中心部にカビが発生することが多々あり、カビの生えていない表面だけを薄く削って商品化したのが、おぼろ昆布である。カビを防止できる近代に入ってからも中心部の白板昆布は廃棄されていたが、 大阪の寿司屋の提案でバッテラに使われたことをきっかけとしてこちらも現在は白板昆布として利用されている。トロロ昆布はおぼろ昆布にヒントを得て昆布をブロック状に固めて削った製品である。よってトロロ昆布の生産後に白板昆布は残らない。昔は両方とも手で削ることで作られていたがトロロ昆布は後に機械化されたため現在では おぼろ昆布の方が加工の手間から高級品として流通している。まず、形を均一にするため昆布の両端が切り取られる。この切り取った部分を地昆布という。そして、表面から削ってゆくが、昆布の表面に近い黒い部分が黒おぼろ、昆布となる。そして、芯に近い白い部分が白おぼろ、昆布となる。削って、雪最後に残った白い芯の部分が白板昆布である。 昆布の削り加工には、カンナのような装置や、カンナミだけのような昆布包丁が用いられる。これらの刃物は普通に研いだ刃先を鉄棒ですることで、意図的に曲げ、その曲げて作った針で引っ掛けるようにして、薄く削る。この刃先を曲げる技術のことを、秋田と称しており、その昆布包丁は、大阪の境で作られている。この技術ができる、大正時代までは、おぼろ昆布は、 現在のような長い布状の形態ではなかったと言われている。ありがとうございます。